水穂の国記念小学校になってます。安倍晋三さんの名前を全部受けさせたわけです。これは安倍晋三氏を安倍昭恵夫人がこの政権の少しは風が吹かせるんではないかな、いや大いに吹かしたいと思うんです。水穂の国、すみません、安倍晋三記念小学院という名前にする予定だったんです。あの建物は隠蔽して改ざんして塚本幼稚園潰されて小学校潰されて、そしてお父さんが本当にひどい犯人に仕立てられて、これで私が黙っとけっていうのはちょっと勘弁させてください。危険しないで無駄にしないでほしい。大人の姿を見て子供は育つと言いますが、大人がどうでしょうか。子供たちを意識しているでしょうか。心配になることただあります。